ランキング上位陣による戦いの結末は、ドサンコアスリート寺地パッチカー。今シリーズ第1戦は決勝進出を果たし2位、前回大会も準決勝進出と、ここまでに9ポイントを獲得。ランキングは現在4位、チャンピオン決定戦圏内にあと一歩の位置につけているが、大事な一戦になりますね。本当にでもいつもこの間のどっかで1回休んじゃうんで、今日はそれを避けたい。何が何でも過去3年はシリーズ中に1回は出場停止に陥っている寺下、もしこの1回戦で最下位に敗れ次回出場停止となれば、ここでシリーズ終了となる。まさに勝負どころ、負けるわけにはいかない。この1ゲームがシリーズ戦につながる1ゲームになるかなと思いますので、ワイルドカードでも何でもいいから引っかかれと思って一生懸命投げようと思いますので、応援お願いします。神戸の逸材、石田マノ。行われた公式戦で通算5勝目を挙げ、 P リーグでもデビュー戦から2大会連続で準決勝進出と、まさに勢いに乗っている石田。ここまでに獲得したポイントは8、ランキングは5位につけている。ここから狙うはさらなるジャンプアップ。ボーリングは悪くないと思いますので、そこは崩さずに最後まで頑張りたいと思います。シンデレラガール、森さなえ。前回大会およそ1年半ぶり7回目の優勝を果たした森、現在10ポイントを持ちランキング3位。すごいですね、神様のいたずら。ポイント争いのライバルが顔を揃えた E グループ、かなりのプレッシャーがかかりそうだが、最下位になるとかってイメージは一切しないで、もう今日優勝するイメージをいっぱい描いて、ポイントをたくさん取ってシリーズ戦進むっていう、そのイメージだけをしっかりしていきたいなと思います、はい、強気なイメージで初戦突破を狙う。1回戦 E グループは森さなえ、寺下知花、そこにそう P リーグ新人です、石田、そうです、マノンが挑むという形、解説には矢野きったものです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ポイントランキング3位4位5位ですから、誰もが3位で次戦欠場ということは絶対に避けなくて、そうですね、ヒートアップが期待できます。まずは森さなえ1投目です。右側のレーンです。どうだ、いけ、よし、ストライカー、ロケットをついたストライク、森さなえ素晴らしいストライクでした。まあ、前回優勝でね乗っている森ですからね、いい1フレームのストライクで良かったですね。2番手寺下知花、現在ポイントランキング4位です。1投目左側のレーンです。どうだ、ここはちょっと厚く入った。さあ石田マノン注目の1投目です。左寄りにちょっと立っています。外に出して戻ってくる、ちょっと厚かった。こちらはスプリットになります。6番7番10番、ナイストライでしたが7番ピンまでは飛びません。テイク2です。そうですね、今のは失投ですね。オイルが38フィートで少し短いというところで、はい、ボールが思っているよりも動いてしまうというところでね、このあたりの調整がポイントになると思います。ちょっと熱いか、大丈夫、よし、ストライク。まあ、今矢野プロがおっしゃった
このレーンコンディションに一番マッチングが高いのがボールがあんまりこう描かないという、ね、どちらかというとスピードがあってあの押し込む形がね得意な森プロっていうのはちょっと向いてるのかもしれないですね。森はダブルです。インアーのレーン照らしたちがどうだ、よーし、これか、これがまさに1番ピンと3番ピンその間を突き抜けたポケットストライク。伊蔵さん、はい、照らした地下ですが、うん、私は毎年1回は出場停止をしてしまっているので、うん、今日何か起こしそうな気がします。いつも以上に丁寧なボーリングをしないといけませんねと話していました。なるほど、いい意味で何かを起こしてほしい。さあどうだ、石田マロン、ここは熱い、これだけのピンが残りました。難しいですがメイクできないピンではないんですが、どうだ、ここから戻る、4本テイクです。波乱の立ち上がり、ここからどうなる。この番組はピザーラとよーし、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。森、寺下、石田の対戦となった1回戦 E グループは森がダブルスタートを決める好調な滑り出し。ゲームは第3フレームへ。うわ、行け、ここもストライク、左側で持ってきたストライクに比べると今の右側で持ってきたストライクは非常に薄く一番ピンに本当に当たる程度だったんですが、ピンアクションでストライクを持ってきました。そうですね、ストライクから迎えて第3フレーム、外に出した、戻ってくる、これは薄めですがリターンはしましたが7本です。先ほど1フレーム目でねこの左側のレーン投げて、うん、厚めに入ったのでそれをね調整してこう少し出しにいった、結果薄めになってしまったということです。さあここでボールを変えましたね、はい、変えました。どうぞ、ここは来ても良かった感じですが、ただポケットにはねきちんとつけたので、はい、あのここからこうアジャストを一段一段上るように、ね、してくれると思います。こちらは正面から綺麗に放っていきました。やっぱり石田マノンという選手はストライクを持ってこれなかった一投に対してなぜ持ってこれなかったかっていうその分析能力、スピードが非常に速いですよね。そうですね、本当アジャスト能力高いですね。ここは10番ピンを綺麗に正面から外しました。まだ19歳ですからね。そうなんですよ、いや本当に末恐ろしい。さあ森さなえ、4つ目持ってこれるか、ちょっと熱かった、しかし9本、いや今良かったですね、あのままね、スプリットが出てしまうとねかなり厳しい展開にねまたなりますからね。追走する照らしたちか、ちょっと遅れた石田マノン、第4フレーム照らした、どうだ、戻ってくる、小気味いい音が響いたんですが10番ピンまでピンが及びません。森さなえの2投目です。ここは正面からお願いします。各大会は18人のトーナメント戦です。1回戦は6試合を戦いトップが勝ち上がっていきます。最下位の選手は次回出場停止となります。そして1回戦で2位となった6人のうちスコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出となります。ワイルドカードすでに名は秋219で確定しています。その後に続いているのが久保田彩香204、同じスコア三浦美里204、フレームカウントバック方式で久保田彩香が上につけています。ですからここのねあのたとえ2位であったとしても205点以上を打っていればワイルドカードでね準決勝に進めます。ある意味自分との戦い、ここでも持ってこな
ないのか。これはなかなかちょっと厳しい展開になりました。石田マロン、きちんとマークしました。9番スペア、この後まさかの展開が。